はい、おはようございます。栃木の竹志農場です。今日は10月1日です。あいにく栃木雨です。ちょっとテンション下がりました。朝起きてね、雨音がして、あれと思ったんですけどね。で、昨日の予報では、今日あんま傘マークなかったような気がしたんだよね。だからまあ今日は、稲わらの回収ですね。わらを一箇所ね、切らずに残したところがあるんで、そこの稲わらを回収して、回収っていうかまあ束ねるだけなんですけどね。緑色の、まあ俗に言う青いって言うんですけどね、青い稲わら回収してきますと、そこにカビ生えちゃうんで、ある程度田んぼで乾燥させてから稲わらを、まあ、うちへ運ぶというのが大体セオリーになってますんでね。まあ、稲刈りをやって、田んぼへね、そのまま転がしておいて、1週間から10日ぐらい乾かせば、大丈夫なのかなと思うんだけどね。それをやって、自宅へ持ってきて回収するなんていうのがね、作業としてあるんですが、その藁を束ねる作業をね、今日やろうかなと思ってたんですが、朝から雨で、中止です。当然畑の仕事もね、できないよね。はい、そういうことで、今日はちょっとね、一日オフになっちゃいます。で、竹志農場の稲刈りなんですが、コシヒカリがね、29日に終わりました。で、去年の動画見たら10月1日に終わったんかな。だから、去年よりも2日早いのかな、と思います。で、今年はね、結構稲は進んでますね。稲は進んでまして、去年と同じ感覚で稲刈りをやるとちょっと遅れちゃうかもしれないですね。栃木県内ですのでね。で、芳賀町の稲刈りが9月の中旬頃やったんですけど、もうちょっと芳賀町の方は遅れてしまいましたね。そんなのを見ていたんで、竹志農場でも9月の19日からね、稲刈り始まりました。まあ結局2週間近くかかっちゃったんですけどね。間にちょっと枯れない日もあったんで、まあ10日でごめんなさい。19日からなんでね、10日近くかかっちゃったんですけどね。まあ一応無事に稲刈り終わりました。で、今日はね、やることないんで、じゃあちょっと田んぼの様子をね、ぐるっと見てこようかということでね、これから田んぼ道走ります。ここは左折しようかな。強い雨ではないんですけど、これだけ降っちゃうと、もう今日は稲刈りは多分できないと思います。はい、で、これからね、もうずっと左右の景色は稲ばかりです。両側は田んぼです。多分今残ってるのはね、朝日の夢だと思うんだよね。まあ一応半米なんですけど、ちょっとドア、半ドアだな、これな。ちょっと一回路肩で止めます。ここはいちご屋さんのビニールハウスですね。よっこいしょ。よっこいしょ。はい、すいません。あの後ろのね、リアの大きい。エンドアがね、ちょっと半ドアになってて、ガタ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 うるさくて。
どっこいしょ。はい、失礼いたしました。で、左右にね、見えているのが、まあほとんど朝日の夢です。で、全体のどのくらい、刈り終わってるかっていうと、多分2割から3割、まあよくて4割ぐらいと。4割は稲刈りやってないよな、ざっくり3分の1だよなっていうような感じです。まあ数字的にもね、結局今4割ぐらい転作してるのかな。要は、お米が余ってしまうので、販売、ご飯用のお米よりも、それ以外のお米を作りましょうっていうことで、まあ補助金をもらって農家の人は、ご飯にする米以外の米をね、作ってます。で当然販売よりも販売以外のお米の方が安いんで、その差額の分を補助金としてもらってるというのが、まあ、現状です。で大体それが、全体の4割ぐらいだから、10兆分例えば田んぼを持っていれば、そのうちの4割が販売で、残り、ごめんなさい、6割が販売で、4割が販売以外のお米というような作り方を しております、でも逆に言うと農家にとっては作りにくいね、コシヒカリ高く売れるんですが、作りにくいコシヒカリを販売として売るよりは、販売以外のね、多用途米とか飼料用米を作って、そちらをね、安く売って差額補助金でもらった方が仕事は楽ということで、最近ではコシヒカリを作る農家が減ってます。もうこの辺もほとんど残ってますもんね、左右田んぼの中走ってますけど、ほとんど残ってます。よっこいしょ、もうちょい前行こうか。よっこいしょ、これが県道71号線ですね。で、上鴨ファームさんにね、聞いたんですが、今35ヘクタールぐらいやってんのかな、そのうちの3分の1が販売、要はコシヒカリで、それ以外は多用途米、飼料用米を作ってるそうです。ですから、農家にしてみればね、補助金で、ながらコシヒカリと同じ収入があるんだったら作りやすい、コシヒカリ以外のね、朝日の夢でね、この右側、ほとんど朝日の夢ですから。でこの左側、今稲刈り終わってますが、これが、営農集団のコシヒカリですね。で営農集団はもうその田んぼブロックごとに、このブロックは朝日の夢、このブロックはコシヒカリというふうにやってるみたいです。そうすればね、コンバインが行ったり来たりしなくて済みますからね、だから今日はコシヒカリを3丁分刈りましょうっていうと、だいたいまとまって、ごめんなさい、まあ一つの電駆が ほとんどコシヒカリというようなやり方をやってます。ですから、まあざっと見た感じでも全体の半分までは稲刈り終わってないよね。でこれから多分飼料用米とか多用途米が稲刈りになってくるんじゃないのかなと思っております。ここも今左に見える田んぼは
営農集団のコシヒカリですね。もう一ブロック先まで行こうか。はい、これ左側が竹志農場のコシヒカリ、稲刈り終わってます。ワンブロック先まで行っちゃいましょうか。はい、そういうことでね、ここを左に、あ、ごめんなさい、右に曲がります。はい、そういうことでね、まあ最近の傾向としては、お金になる、高く売れるコシヒカリよりも、作りやすいコシヒカリ以外の、お米を作る農家が増えています。で、安くなった分はね、補助金でもらえますし、認定農家になってればね、まあいろいろ補助金とか低金利の融資なんかもね受けられますんでね、そちらの方がいいのかななんてね、思いますけどね。そういうことで、米作りの様子もねだいぶ変化してます。で、営農集団は今年コンバイン1台買いましたね。ヤンマーの、あれはブドウ色っていうのかな、なんか赤紫、っていうのかな、のコンバインが動いてました。1000万以上だからね、まあ何年ぐらいのローンで買ってるのか分かんないんですけど、営農集団も新しい機械買ってます。今機械が高いんでね、もう40、50年前の家一軒分ですからね。ちなみに竹志農場の家は今住んでる家は800万なんで、800万ですと、3畳から4畳なりぐらいだよね、買えるのがね。今の5畳6畳なりのコンビニは買えませんからね。ここがコシヒカリかな。今左側が、これは住内農場さんのコシヒカリですね。だから今虫食い場に稲刈りやってあるのは個人の農家が多いよね。で残ってるのは個人の農家さんの奥稲と、営農集団さんの奥稲が残ってると。もう比率でいうとコシヒカリが3割半分まではいかない。まああとはコシヒカリ以外の米のが多いよね。この辺はちょっとね、コシヒカリが多いのかな。この辺はだいぶ稲刈り進んでますね。ここはどこだろう、川名護地区かな。上賀茂とはちょっと違いますけどね。ここは川の野地区に入ってます。はい、そういうことでね、多分全体の半分までは行ってないよね。この辺は結構進んでますけどね、稲刈りね。ちょっとね今日は雨が降っちゃってね、稲刈りができませんので、ちょっと最近の田んぼの事情とか稲作の事情ですね、そんなことを説明しながら、田んぼを一回りしてしました。ここを左に入って、よっこいしょ、ここさっき通ったんですけどね。左側ね、これ、見えると思いますが、この左側が竹志農場のコシヒカリです、はい。で、この挟まれてる両脇は多分朝日の夢だと思うんだよね、営農集団のね、道路挟んで左右は営農集団の朝日の夢だと思います、はい。そういうことでね、ちょっと栃木県、上の川地区の、田んぼの様子でした。ちょっとねこれからね、コンビニへ行って、
ネットオークションでね、また懲りずにサーバー買いましたんでね、2000円です2000円のパソコン買いましたんでね、そちらのごめんなさい、お金をね振り込んで、家に帰りたいと思います。はい、お付き合いありがとうございました。よいしょ、ちょっとここは車があまり通らないので路肩に止めて、はい、ありがとうございました。ビデオはここで終了です。